あえ3、5は、1920年代から1980年代にかけて運用されたスイス連邦鉄道の電気機関車である。機関車は、社長がとても短く曲線通過において適していた。一部は1960年代に自動車列車をゴッタルド線シンプロントンネルで、牽引した。1920年代初頭、スイス国鉄は平坦線区の急行列車に3。 同軸で 2000HP で最大時速 90km という要求に沿った機関車の提案をスイス内3社に出させた。ブラウン・ボベリュは A3-6I、エリコンは a 3 6ー型、セシュロンは A3-5 型を提案した。A3-5 型が1922年から1925年にかけて生産された。コッタルト線ででに運用されていた BE4? 7型を元にした。機械部分は SLM、伝送品はセシュロンが担当した。3軸はそれぞれが車体に送下された2台の高速回転する交流電動機によって駆動された。動力伝達方式はクイル式が採用された。最高速度は時速 90km だった。片側はボギー台車が使用された。最初は茶色で後に、 スイス国鉄標準の緑色になった。両系パンタグラフを2機搭載した。変圧機は車体の中央に設置された。軽量の機関車に仕上がったが不都合も生じた。1217号機が胴体保存されており、スイス国鉄歴史財団の指定する鉄道記念物に指定されている。ありがとうございます。